はい、皆さんこんにちは。キラ壁面画家の長沼圭です。今回はこちらの奄美月めぐり合いという作品をご紹介いたします。はい、こちらが奄美月めぐり合いという作品になります。クオンの庭という庭の花々をテーマにして描いた作品です。こちらの2匹の猫ちゃんがこう見つめ合っております。クオンという言葉には仏用語で遠い過去または未来を意味いたします。のでこの猫ちゃんたちもこうお互いを見合ってるんですけども、どこかで出会ったかにゃーみたいな感じでこう見つめ合っております。ザラザラしてるのと、ちょっと動画では見えづらいんですけども、表面がキラキラ光るようになっております。普段は動物を描いてるんですけども、今回新型コロナウイルスで外出自粛となり、どこにも出かけられない時に外を感じられる、お花だったり植物を飾るようになりまして、新たにクオンの庭というシリーズの構想が生まれました。庭に植えられた花たちは毎年咲き、形を少しずつ変えながら継続的に生き続けられるので永遠を意味しております。外を感じられるような絵を目指して今回描きました。こちらの作品は8月11日までやっております。新宿のヒルトピアアートスクエアというところでやっております。個展に出品しております。概要欄の方にも説明を貼っておりますので、ぜひご覧ください。